気に入ってるところが、このシワでこのジャケットの素材がもっとわかるし、体の形はもともとこうだったから、体の上に乗っている感じがわかりますね。実際はもっとダボっとした感じになるんでしょうけど、こういう場合はね、ちょっとウエストを絞った見せ方をした方がそれっぽく見えるんで。あー、じゃあよろしくお願いします。毎度です。またアドバイス動画、ドキドキドローイングのディスコードコミュニティグループから拾ったエーンヘスト・エリーズというメンバーの花子月島というオリジナルだそうなキャラクター。 I wanna ask some advices regarding to my draw. で、なぜこれを選んだかっていうと、よくある初心者初めて描くときに、こういう腕を描きたくなくて、あと手を描きたくなくて、こういうポーズにするんですけど、何か教えてもらえますか？うん、そうだな、私的に、まあプロポーション的に結構よくできていると思うんですけど、やっぱりこのポーズだと首が角度をつけた方がいいとか、いや、この角度なら別に首はこれでもいいんですけど、あ、これだと顎の位置ですよね。ああ、普通は正面で描いてるからこうなってるかな。まあ、あからさまに角度をつけて描く必要もないし、それよりも気になるのが服をもう少し実物を見ながら描いた方がらしく見えますよって。確かに私もスーツ描いた時もこの襟のところがの形結構こだわってましたね。で、この子女の子なのに男用のボタンの合わせになっちゃってるんですよ。あ、そういうところ。まあ、頭の位置はこれ、ここにあるから。じゃあまず顎の調整として、もう少し口の下に来るようにですね、うん、あとは耳の位置がもう少し下なんだ。そうですね。そして肩の方が少し下げてるんですか？あ、それともこれは体のベースなんだ。そうですね。あ、胸の形、何かアドバイスありますか？いや、いろんな形があるからもう何でもいいや。お好みで。そして口の高さも少し低くって大丈夫ですか？うん、ボリュームたっぷりですね。まあ、パーツとして考えたらこれぐらいやっても演じないって感じで。じゃあ後ろの方のポニーテールがもう少し小さく描いてもいいですね。では服を描きます。あ、そして小さいシワとか、これと自然ですね。ジャケットの襟がオリジナルよりすごい高くなってますね。実際物を見てみれば、あ、こうなんだなっていうのがよくわかると思うんで、うん、やっぱり体先に描くと服を着せるのがもっとやりやすくなりますね。
まあ、全体的なプロポーションで言ったらこんな感じですか。日本のアニメっぽくなりました、うん、特に注目したいところはどこですか。まあ、全体的なシルエットで女の子のキャラクターだって分かるような感じ。なるほど、そうですね。ほら、有名なキャラクターってシルエットだけで分かるじゃないですか。おお、このポケモンは誰だってきな、うん、このシルエットだとその右のツインテールがはっきり見えて、キャラクターがシルエットだけでもうそのキャラクターが分かりますね。あとはほら、よく目印にこんな毛が入ってるじゃないですか。アホ毛、うん、いいですね。まあ、服の縫い目はくどくならないように、細くちょっと途切れさせてもいいし、このポロシャツのシワ繋いだ線じゃなくても、この2つの途切れした線でもよくその胸の形も表現できますね、うん、そうですね。まあ、よく使うね、線の着方ですよね、うんうん、確かにシルエットだけで女のキャラクターもっとはっきり分かるし、あんまり肩幅広いとね斜めになっているし、肩の幅が少し狭くなるし、あと私が個人的にすごい気に入ってるところがこのシワ、多分このジャケットの素材、このシワでこのジャケットの素材がもっと分かるし、あとはそういう、まあ、体の形はもともとこうだったから、このシワ入れるとちゃんとジャケットが体の上に乗っている感じが分かりますね。実際はもっとダボっとした感じになるんでしょうけども、こういう場合はね、ちょっとウエストを絞った見せ方をした方がそれっぽく見えるんで。あー、確か。あとは私も多分思い浮かばなかったけど、この角度だとジャケットの中にも見えるし、こういうところを見せるともっと体の形が分かるようになりますね。まあ、立体を意識して描いていくと、あ、こうなっちゃいましたっていうのはそしてさっき言ってたように、女の服だと、女性の服だとボタンが左側に来るんですよね。そうですね。で、右側にその穴が開くし、あ、そして閉まっている状態だと、まあ、男性の逆になりますよね。そうですね。へえ、細かいところですね。いや、これを知らないでやってると、仕事仲間にバカにされるよ。あひどい。あいつこんなことも知らねえでやんの。あとは見せてくれた顎の形も、十字マーク作るときに、こういう風に顎がだいたいこの辺に来るようにすればいいですかね。そうですね。まあ、それに鼻は高いんで、ちょっと浮かしたところに作って。ああ。そして最後に、もともとの絵だともっとスラッとした腕のポーズだったけど、日野井さんが描いてくれたポーズだともう少しこういう形になっていて、理由は特にありますか。まっすぐすぎてもね、そのシチュエーションによるんでしょうけど、この場合は少しそれぐらいの角度を持って後ろでに組ませた方がいいんじゃないかなって。これを元に描くんだったら、これの後ろ側をあえて描いてみるとか。おお、じゃあ練習としてそれがいいかもしれないですね。この後ろ側のポーズを描いてみる、うん、じゃあこのエーンヘストエリーさんに最後にワンポイントアドバイスはそれにしますか。そうですね。とりあえずいろいろ描いてみましょうや。うん。そして多分次の段階は手を隠さないポーズでも挑戦かな。そうですね。でもこの手を隠しているポーズはよくあるし、別に悪いポーズじゃない、うん、はい。じゃあそれでありがとうございます。シワの勉強にもそういうちょっとパース使って立体感を出すことも、女性の服のボタンの置き方とか、あとシルエットでこのキャラクターが分かるような形を作ることとか、すごい勉強になりました。はいはい、じゃあバイバイ。どうも。あ、登録お願いします。お達者で。で、ディスコードグループもどうぞ、リンク貼ってあるのでぜひ入ってみてください。